悪い KBD ぶっ殺す。このスタンス俺は崩さねえ。あくまで MC バトル、先ほどから言ってる This is the MC バトル。ここにある本音、俺の真剣さ受け止めてくれ。まずはこれが俺の一本目の開始。これでどうしよう。確かに2人ともアホみたいな話でいつもやってるかもしれねえけど、このビートの上だけは真剣なことしか吐くことができねえ。これしかねえ。ヒップホップこれにかける気持ちだけは一途やっていくしかねえ。ヒップホップこれしかねえと思ってるから、フリースタイルタイル見たく固く踏むような感じ。とりあえずないない MC、お前と当たれてよかったぜ。東京のリベンジバッチリ返してこい。受け止めるぜ俺は。オッケー、受け止めてくれよゴリラの息子。俺もしっかりと張り頭を晒しながらやってるぜ。ある種俺たちは晒し合いみたいなもんさ。後ろで笑われながら指さされながら、それでも MC バトルでやるしかねえんだ。しっかり持ち上げてこうぜ KBD。 お前の心に貫通させる。その胸を借りるんじゃなく、その胸を晴らして、俺がその向こうに行って、その後うまい酒で乾杯できるように、俺は今日全力を尽くしてくって。うまい酒全力を尽くして行くだけ。それしかできねえ。体を出せる、待って半端ないでこの場所に立てる。枠 MC とりあえずラップやめときな。ここの構図ハゲゴリラくらいの感じ、見てるか知らんけど、どけよ豚ゴリラ。並びだと俺たちバテそう、双子岩みたいな感じ。枠 MC いくらい踏んでからもう一回来いや。イエー、次のバックバチリかまってよ。ナイカナブスーサンキュー。でも枠 MC じゃねえぜナイカ MC。 その辺の枠と比べんなよ。比べ物にもなりゃしねえだろ。でもな、俺のこの真剣さはお前を超える。誰に言うならばゴリラとハゲでも、この二人で作り上げた方が今夜の MC バトルだぜ。それを自然と思っとけ。俺と目と目がガッチリ合った、ほぼガチムチなんて言われてるが、大丈夫、しっかり女も好きだし、それでいてお前みたいなラッパー、俺みたいなラッパー、そんなヒップホップが好きなんだよ。Let's go。 いや、この瞬間からみんな聞き身を立ててくれ。こいつはアカペラ通告さ。60秒の中で俺のマイク1本、この口が楽器だ。このマイクを持った俺はこの瞬間からフリースタイルで頭を常にフル回転モードするぜ。 MC バトルだからお前に投げるかもしれねえが、あえてこのアカペラの中は自由に音楽をやらせてくれ。 MC バトルにくくりなんてねえ。熱きゃそれでいいし、ぶさみきゃそれでもいい。噛みそうになっても、これは俺の生身の人間だから、機械じゃねえから、自分の声でしっかりと出すことしかできねえから。この早口な言葉一つかどうかなんて関係ねえし、今この現場で誰が一番やべえかっててめえしか信じることはねえし、60秒もその中にある全ての音楽をぶち込んでやる。ただ音楽なんつうものは、音声が流れてるだけじゃねえ。言葉を使ってお前のハートをわしづかみにするぜ。掴んだハートを絶対に縦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 に揺りまくってやるぜ。俺はどんな形でもいい、ロックのボーカルでもいい、ヒップホップでもいい、何でもいい。マイクがあればそこ一つ、楽器があれば俺一つの体で人間みたい、それだけでいい。ヒューマンイズム、これしかねえさ。お前をディスること、このてっぺんであえてしないかもしれない。それは俺の一つの作戦よ。それを公言するかもしれない。なぜならこれはフリースタイルだから。台本通りじゃねえし、代行役者でもねえ。終了。じゃあこれに返せるか KBD。 ラップアカペラバトル、レッツゴー。よ、最高のアカペラだったよ、ナイカ MC。 でも一個だけ言いたいことがある。このステージアカペラだろうか、俺のことディスらなきゃバトルになんねえんだよ。わかるか、このステージ上バッチリと決めてく。そう、お前はいてる嫁と子供、でもちゃんと覚えてくれよ俺のことも。わかるか。じゃあ年齢は一緒だけど、お前の方はキャリア上。分かってる、お前は頼れる先輩やで。でも今日は行きたい、遊べる限界まで。分かるか、倒れるまで飲み続けてよ。いや、昨日倒れる寸前ぐらいまで行っちまったかもしんねえけどな。そんなことはどうだっていいぜ。とりあえずお前みたいなやつでも、俺はとりあえずバッチリとディスしていくから。喋りが達者なハゲ小坂井和樹、やめてくれよこのヒッポ上で小坂井稼ぎ。まずは接近していくのもありかもしんねえけど、俺が優勝したらその少なくなってる髪全部剃り上げて坊主にしてやるからよ。ワーク MC、 そのヒゲもプロップスもスキル全部俺がいただいていくから、ここの賞金もいただいていくぜ。終了。俺にその賞いただく。よし。